さあ皆さん、法政大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、皆さん全て行くと皆さん14段落あるんですね。さすがにこれをちょっと全部やってるとですね、視聴時間がえらい長くなってしまいますので、まずはその前半の8段落ですね。これを皆さん集中していただけると解き方は分かっていただけるかと思います。そして設問もですね、合計9問あるんですが、前半の5題ですね、これをやれば法政大学、攻略できるかと思いますので頑張っていきましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。一読お願いいたします。さあ皆さん、問いの1番でございます。この下線部あーですね、これも単語の問題でよろしいかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、もちろんストレスがないという話でございますね。ですから正解はいいですよね。リラックスしている様子でバッチリです。で皆さん、続いて第3段落と第4段落一読お願いいたします。さあ皆さん、問いの2番でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、このあたりと言い換え可能な選択肢が見つかりますよね。もちろん正解は C ですよね。アウトドア、外のお話でございます。もちろん新鮮な空気とか自然という話、もしくは天気の話もしてますから、まさしく外でのお話ですね。で皆さん、続いての段落でございますが、皆さん注釈一つだけついております。全国共通テストですね。ちょっと皆さんそれを踏まえて一読お願いいたします。さあ皆さん、続いて問いの3番でございます。よろしくお願いします。で皆さん、これは文末に書いてますよね。ですから正解は D ですよね。さあ皆さん、続いての段落でございますが、並び替え問題ですね。お願いいたします。さあ皆さん、並び替え問題いってみたいと思います。皆さん、該当箇所と選択肢書き出してみました。で皆さん、どっから放り込んでいただいてもいいかなという感じはするんですが、例えば皆さん、ランを基準にですね、ちょっといってみたいと思います。皆さん、もちろん、ランと言われたら、動詞で学習するということでよろしいかと思います。で、皆さん、これを皆さん、動詞に据えるとですね、主語が皆さん、自動的に決まってきますよね。皆さん、これですよね。皆さん、学習する、学ぶわけですから、主語は人間のはずでございます。ですから、皆さん、選択肢の中で人間はどれですかと言われたら、皆さん、チルドレンがおりますので、ですから皆さん、ランの左側に、皆さん、チルドレンを置いていただきますと、子供たちが学習するというところで、うまいこといきそうです。そして、残りの選択肢どうしますかということですが、皆さん、選択肢の C、スルーは前置詞でございますので、皆さん、もちろん前置詞の後ろは名詞が必要ですよね。で、皆さん、選択肢の B のプレイも遊びということで、皆さん、名詞としての働きがございました。ですから、皆さん、こういう感じでよろしいかと思います。スループレイですね。遊びを通して子供たちは学習するということで、問題ないかと思います。さて、皆さん、最後でございます。問いの5番、お願いいたします。まず、皆さん、一つ目ですが、中国の学校では、軍隊の中にいるような感じなんですね。ということは皆さん、ここフィンランドではどうなんでしょう。もちろんフィンランドでは暖かく安全という話がありますね。もちろんそれで答えを出すこともできるでしょうし、もしくはこのあたりもヒントですよね。固定された授業もないし、軍隊のような必要要件もないしと。で、そういうものを言い換えた選択肢が見つかりますね。で、皆さん、もちろん選択肢の A のアーブドとか、B のレイバー、D のパワフル。こっち皆さん、中国の軍隊のような話ですね。で、皆さん、残り2択となったらもう大丈夫そうですよね。暖かくて、で、安全なのは、もちろん正解はいいですよね。家族ということでバッチリです。
皆さん、法政大学お疲れ様でございました。皆さん、法政大学は、皆さん、いろんな問題がありました。総合問題ですね。で、皆さん、一応、大丈夫かと思うんですけども、総計上知で練習をしておいた方がいいですよね。法政大学、確かにやりやすい問題はあるんですが、やっぱり試験当日、何が起こるかわかりませんからね。ですから、余裕を持って解くということになってくると、やっぱり総計上知で普段からやっぱ練習しているとですね、試験中はかなり楽に解けるかと思います。それが皆さん合格につながりますので、頑張ってくださいね。